レモンアプリに日本語入力システムの ADOC を組み込んだ iPhone アプリになりますけれども、ですね、エバーノートのアカウントを持っていれば、エバーノート経由でメモを共有できるようになっております。他のデバイスからでも ADOC パッドで入力したメモを確認していただくことができます。またですね、Windows 用の ADOC パッドもございまして、最新バージョンの ADOC2011 for Windows をご購入いただいて、ユーザー登録をしていただくと入手、無償で、入手できるものになりますけれども、こちらの方の、メモも Evernote 経由で、同期できるようになっております。Mac 版はどうだという話は、最後にしたいと思います。最近の取り組みのもう一つ目、二つ目としては、PC で登録した単語を iPhone に共有させて使うということができるようになっております。これはですね、ADOC Sync Advance という機能になりますけれども、最新バージョンの ADOC2011 for Mac か、ADOC2011 for Windows の学習情報ですとか、あと確定履歴、登録単語を弊社のインターネットディスクというサービスを介しまして、別の Mac ですとか別の Windows から確認していただくことが、同期を取ることができます。でですね、複数、例えば Mac を持っている場合、こちらの Mac では変換できる言葉が別の Mac では変換できないといった場合に、この機能を使っていただければ、どちらの Mac でも同じような自分の変換ができるようになるということになります。で、こちらの ADOC Pad for iPhone と Tweet ADOC、iPhone アプリの方には PC で登録した単語を共有、インターネットディスクを介して共有することができるようになりますので、こちらの方でも自分がいつも入力しているような言葉がちゃんと iPhone 側でも出てくるといったように、ちょっと不便だった iPhone での入力が、少しは便利になるかなという形になります。というところが最新の、取り組みになります。でここからが ADOC2011 for Mac のご紹介になるんですけれども、2011は、簡単に申し上げますと、使うほどに自分仕様といったところが特徴になります。で、特徴の大きな 3点としましては、まず OS10 ライオンにいち早く対応しております。それから、使う人に合わせた変換ということをテーマに今回、開発を進めておりますので、後ほどデモでご紹介します。それから先ほどの、別の Mac でも Windows でも iPhone でも入力環境を同期しますといった、ADOC Sync Advance という機能が、2011 for Mac に備わっております。はい、では実際に、開発担当のキャラの方からデモを交えて紹介いたします。皆さんこんにちは、ジャストシステムで ADOC の開発を担当しております竹原と申します。よろしくお願いします。徳島から熊本までやってきたんですけれども、夏休みということでちょっとなんで休みなのにと思ってたんですが、九州新幹線で乗れるということでワクワクしながらやってまいりました。徳島からだと空港、福岡空港に便が出ておりまして、博多から持ってきたんですけれども、ビール1本飲んでるうちに熊本に着いてしまいまして、非常に早いなというふうに、感じました。余談はさておきまして、ADOC2011 のご紹介です。先月の7月8日に、発売になりました ADOC2011 for Mac です。今回、大きな特徴としまして、ADOC が全て COCOA で、書き換えることができました。
で、その結果、インプットメソッドのプロセスが、64ビットで動作するようになりまして、非常にパフォーマンスが向上しております。先ほどマイクロソフトの中尾さんからも、今回のネットワーク早いねというお褒めの言葉をいただきましてありがとうございました。で、ここから少し、デモを交えて、ご紹介したいと思います。ぜひ今度のネットワークは使って入るでいいんですかね。九州方言、を変換します。あすみません、デモではよくあるんですけども、手動で切り替えますこのように、ATOC は、九州方言にも対応しておりまして、本当はですね、今回スマートモードチェンジといいまして、入力によってモードを自動的に切り替える機能が、備わっているんですが、なぜかデモでうまく動作しなかったということで、ご勘弁いただきたいと思います。で、5番ですか、というような感じで、スムーズに九州の方言も入力することができます。あと、今回 ATOC チームには ATOC の開発チームには熊本出身の人間もいるんですけれども、これ、どういう意味なんですかね後席お願いしますという反応がないですね。使わないんですかね。使いますかね。どういう意味なんですかね。通った後後ろを閉めといてください。なるほど。すいません、関西人ですがこのフォローありがとうございます。このように、いつも AUGM では方言のレモンするんですけれども、今回ちょっと失敗したということで申し訳ありません。続きまして、新しいユーザーインターフェースです。今回ここわかしたことによりまして、ユーザーインターフェースも大きく見直しました。後方ウィンドウのデザインを大きく見直しまして、ウィンドウの角を丸くしたりですとか、横に表示されてます、電子辞典のウィンドウですね、こちらもデザインを一新しております。これ実際開発した時はまだ OS10 ライオンが出る前だったんですけれども、このスクロールバーのデザインですね、これ実は、今動作しているのはライオンなんですけれども、スノーレパードでも同じようにこの、iOS 風のスクロールバーが表示されるデザインになっています。で、ライオンになってアップのフォトエリも電子辞典のウィンドウが出てくるようになりまして、ちょっとパクられてどうしようかなというようなパクられて、はい、続きまして、ATOC2011 の UX コンセプトとして、知らなければ使えないを克服ということを目指しました。ATOC ご存知の方は分かるかと思うんですけれども、機能が非常に豊富なんですが、特定のキーを押さなければ使えなかったりですとか、なかなか機能を使いこなせないという声がお客様の方からもたくさん寄せられておりました。で、今回そのあたりにメスを入れております。例えばコンフィテンシャルを入力します。で、これで F4 キーを押すことによりまして、カタカナから英単語に変換できる機能がもともと ATOC には備わっておりました。で、これ F4 キーを知らないとやっぱり変換できないということで、もうスペースキーで変換したらそのまま方向に、出してあげようということで、他の、キーに
割り当たっている辞書についても変換できるようになっております。同様に、例えばやったとか入力して、変換すると、顔文字も Google ウィンドウに出てきますので、こちらもあの F 分岐にアサインされているんですけれども、通常の変換操作で、入力することができるようになっております。また、この候補リストの下に0という表示がありまして、いくつかタグが表示されているかと思います。候補ウィンドウを表示した状態でこの0を押すことで、このように A トップのさまざまな変換機能を使うことができる。こちらもやっぱり特定 の, あのキーアサインを押すことでしかあの今までアクセスできなかったけれども画面上で、すぐにアクセスできるというような今回の機能となります。デザインに関しましてもちょっと遊びを入れておりまして、カラーを使ったりですとか、若干アニメーションでぐるぐる回ったりとか非常にあの気に入っている機能なんですけれども、ぜひ、お試しいただければなというふうに思っております。続きまして確定に応じる入力支援です。こちらにつきましてはですね、まず今のトップを入力して、確定します。で、記録が元、変換確定した状態で熊本と、を一つ抜かした状態で、入力しても変換キーを押すと熊本に変換されると。また、熊本、最後のを抜かして、入力して変換しても熊本と、正しく変換して、くれると。以前確定した入力に応じて、少しあの入力ミスがあっても A トップが推測してこれですかというふうに、提示するという支援に、入力支援の機能となります。Adobe さん の, あの有名なコンテンツに応じるというところにインスパイアされたわけではないんですけれども、A トップの場合は確定に応じるということで、略して確じると。これだけ今回して覚えて使えないですかね、ちょっと上手そうだ。覚えて帰っていただければと思います。デモについては以上となります。ありがとうございました。最後おまけなんですけれども、今竹原がデモで使用してたあのテキストエディターがあるんですけれども、あれあの最新版の ATalkPad4Mac になりまして、はい、実は近日公開予定があります。まだこの情報はどこにも出してません。ここで初めて言います。で、最新版がちょっとグレーで書いてるんですけど、私の口からは言いません。あそこであの価格で出ると思いますので、もう少しお待ちください。もし A特持ってない人でも使えるようにしたいと思ってますので、はい、出たら使ってみてください。はい、以上になります。ありがとうございました。